はいどうも、今回はですね、先日ですね、ライブの方でコラボさせていただいたガタガタ55のガッチャ&ムッチャンさんの家とも言えるべき、言うべきですねキャンピングカーをちょっと見させてくださいということで取材させていただくことになりました。で今日はねお二人も一緒に付き添っていただいて、キャンピングカーどんな感じなのか見させてもらおうかなということでやってます。じゃあまずですねこんな感じですね。車体の方はオルビスユーロ、はい、オルビスユーロですっていう、社名で販売されているキャンピングカーですね、はい、ちなみに多分皆さん気になると思うんですけど購入金額とかはあまり言えない。中古で550万、うん、プラス最初に必要な整備を載せてもらったのでまあ600万ちょい、ね、ちょいぐらい、はい、うん、ということでまああのおいそれとはねなかなか買えるものではないので、まあ、せっかくなんでね、なかなかキャンピングカーとかっていうのを見るか中身を見る機会っていうのはないかもしれませんがあのそういうこともありましたので個人的に興味があったっていう理由もあるんですが見させてもらおうかなと思います。まずまあ大きさの比較なんですがこれね隣に自分のワゴン R 乗せてますけどこれぐらい大きさ違います。これ正面からでこういう感じで真横から見るとこれぐらい違います。まあちょっとね遠近感で分かりづらいかもしれないですが全長は、200系のハイエースの ショートボディとそんなに変わらない若干短いぐらい、はい、ということで5メーターない5メーターないということなんですがこれでですねよいしょまあいろいろ気になるところがあるんですがやっぱりこうなかなかね見させてもらえないところを見させてもらおうかなと思いまして、はい、この横のハッチとかですね、はい、この辺の方を見させてもらおうかなと思います。ここはガソリンって書いてありますけど燃料タンクですかね。燃料タンクの80リッターのガソリンタンクがここに、はいはいはい、あります。よいしょよいしょ。でこれなんか、完全自立型ということで、うん、すいませんね鍵はわざわざ開けてもらって、ちょっと固めなんですけど、発電機が備わっているとはい発電機がついてまして、でこのガソリンタンクから、その発電機の燃料も車を動かすエンジンと両方を兼用して一緒に、うん、供給できるので、あくまでも燃料入れるのはここだけですね。あの他のね例えば、まあ、自分が知ってるやつだとあの燃料タンクが別にある発電機だとかそうですね、うん、ヒーターとかねそういうのがあったりとかしますが、はい、これに関してはもうこれ全部ここで発電機はここでもうトータルでできるはいはいはいというねちょっと、はい、自分もねお二人のその動画を見るまで知らなかったんですがそういう完全自立型というタイプのやつだそうですね。はい、はい、じゃあちょっと次のハッチの方を次々とそうですね、はい、こちら給水口薄くなってますけど書いてますけど給水口ということで、うん、お水が車の中で使えるんですけれども、うん、そのお水の方が、ちょっと硬いかな ちょっとあれかなちょっと染みちゃってるかもしれないですね。硬い目なんですけど、うん、今日はね寒かったので朝はねちょっと、はい、ここから水を入れることができる、はい、普通にホースでこう入れてみたいな感じですね。ホースで入れたりとかいう感じがメインですね、うん、はい、でこちらが、ここがマルチルームと、まあ、あと改めて中入ってから入れるルームではあるんですけど、うん、外からも開くという、はいはいはい、部屋になっているところです。トイレとシャワーが使えるということで、はい、こちらはね、後ほどね、また中から見ていただくことができるようにさせてもらおうかなと思いますが、じゃあこう外からこう入ったりとかってこともできると。そうですね。で、シャワーがここについているので、シャワーを出して、例えば海に行ってきましたと、うん、言った時に、足を洗ったりとか、はい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 、こういったところからできると。ああ、なるほど。そういうシチュエーションまだないんですけど。まあ、まだね、秋から始められたということなので、そうなんですね、これからね海とか行ったりとかすると思うんで、はい、これ番号を振ってあるのは何か意味があるんですかこれ、実は番号ごとに鍵がいろいろありまして、はい、1番、まあ、聞いちゃって2番3、4、5、6と、はいはいはい、で番号が振ってあってしかも最後に車の鍵と。ああ、じゃあそれぞれ鍵が違うんですね。それぞれ鍵が違うと。
ということに。それはやっぱり防犯上の、もうあんま関係ないと思います。はあ、そうですか。作る側の方のところが番号を変えた方が分かりやすいんじゃないかなというところだったかなというふうには思いますね。じゃあまあちょっと順番に見させてもらって、はい、こちらは、中のマルチルームにあったトイレの、はい、タンク、2種類になります、はい、こちらが、リンスといって、なんて説明すればいいかね。便器をきれいにするのにブルーレットとかあるじゃないですか、うん、ああいうのの液体バージョンがここに水を薄めたのが入っていて、はいはいはい、トイレし終わった後に水を流せるんですよ、はいはい、と同じでここに、あ、はい、そうなるほど、洗浄液を入れる場所です。はい、でこちらはこちらいわゆる、ブラックタンクと言われているいわゆる汚水が入るタンクが取り外せる開口部ですね、これがブラックタンクというやつで、はい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 、なるほど。じゃあここからまあ溜まったらここから出す。そうですね、はいはい。でここが、収納庫になっています。はい、あ、もし何か見せられないものがあったら、はい、大丈夫なんでね、そこは全部お見せできるので、よいしょ。だいぶパッキンが強く入ってるんで、結構、ね、強めに押してからじゃないと開かないので、はいはいはい、あー、蛍光管とか入ってますね。蛍光管、万が一の用で蛍光管を入れてあって、うん、あとキャンプする時の、まあ、キャンピングカーなんで、あれなんですけど、うん、あの椅子、はい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 、あったりとか、あと外部コンセントといって外のお家から 100V のコンセントで引っ張ってきて、うん、ジョイント部分が向こうにあるんで反対側にあるんですけど、はいはいはい、そこでガチャッとつなぐと普通に、電源供給ができるので、うん、あのエアコンから何から全部使えちゃうと、はいはいはい、あのオートキャンプ場によくあるね、ああいうやつですね。そうですね。よいしょ。で次がですね、はい、一番後ろになりまして、はい、発電機の方になりますね、はい、これが発電機で、これを発電機をかけることによって電力が供給できる、はいはいはい、ということになっています。ここにちゃんとファンがついてますね。この多分排気ガスをちゃんと排出するためですね、はい、なんでまあ普通のガソリンエンジンをまあ使った発電機ということで、はいはい、よくありがちな、うん、ここでこう紐で引っ張って回し始める、うん、スターターをするというのではなくて、うん、実は中からスイッチのボタン一つでエンジンがかかるという優れものなので、はいはいはい、外に出てきて、うん、雨の中雨の中とか出てくることなくエンジンがかけられるという利点がとても大きなポイントの一つですね、うん、この車の。なるほど、はい、面白い。まあそちら辺のがね、まあ、車内編で、はい、ちょっと見させてもらおうかなというふうに思います。よいしょ。あとこう、まあさすがにリアのね、見るためにこうルームミラーで見ることはできませんので、はい、こういうバックカメラがねここについてますね。これは普通のトラックとかでもここについてたりとかしますね。そうですね、高いところからの視点なので、うん、慣れるまでちょっとあれだったんですけど、うん、やっぱこの位置にあって逆に良かったなというふうには思いますね、うん、本当に高い位置からだと本当に逆に分かりやすいですね、はいはい、今アラウンドビューモニターとかいろいろありますね。うん、これがちょうどさっきの、蛍光管とか椅子が入ってたと全く逆側に位置する、はい、同じ感じで物置扱いになってます。よし、ちょっと厳しいですかねもしあれならば、ああ、普段開けないティッシュペーパーとか入ってますね。普段ここは、うん、外から開けることなく中の方から開けて取り出すようで使っている、まあ、生活用品、うん、でさっきの反対側の方の、椅子が入ってた方はアウトドアとかで使うものというふうに分けて使ってます。なるほど。だもう結局基本的には中からも外からも出し入れができるような構造になっていると、はい、いうことで、こちらが先ほど話してたところですね。うん、これが外から、何かキャンプでここに椅子を設けて、うん、テーブルとか設けた時にコンセントで何か使いたいねっていう場合に使えるコンセントになります、はい、うん、外で使う電気用のということですね、はい、で
さっき話が出たのがここの、外部コンセントと言われている、はい、100ボルトで、持ってきてここにつなげると、うん、入電されて、はい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 、まあ、発電機を使わなくてもっていうことですね。外部コンセント、外コなんていうふうに言われているものがこちらになります。はいはいはい。はい、なるほど。それと、こうね、ちょっと面白いなと思った。エアコンの室外機がここにあるんですね。室外機が普通にポンと置いてある。今の新しいタイプだとだいぶ室外機もちっちゃくなって省エネタイプとかにもなってるんですけど、はいはい、いかんせん10年近く前の車のいわゆるエアコンも10年前ということなので、はいはいはい、まあ、今に比べれば省エネタイプでもなく、うん、室外機もちょっと大きめなんていう形になっています。なるほど、はい。下が点検口というふうになってますね。こちらが普段は、まあ、開けることがないので実質2回目3回目ぐらいかな、はい、あー、バッテリーとかですね、はい、ここは、普段のメインバッテリーがあって、はいはいはい、前ちょっと回収する前は、うん、手前のお皿に、サブバッテリーの方が置いてあったんですけど、今サブバッテリーの位置を変えているので、はいはいはい、ここがちょっと空いている状態で、うん、ちょっともったいない感じですけど、いいこんな感じになっています。ということでね、バッテリー思ったより小さいんですね。メインバッテリーはちっちゃいです、うん、まあ、本当に車の、まあ、今回この紹介させてもらってる、ね、オルビスユーロはガソリン車ということで、まあ、普通のディーゼル車だったらね、もう普通のトラックでももっと大きいのがついてるんですけども、 そうですね、そんな、まあ、普通のガソリン車とそんなサイズとしては変わらないですね。あとで、サブバッテリーの方をご覧になっていただくんですけど、うん、それとの差があまりにも大きいと、はいはいはい、バッテリーは本当に大きいですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、まあ、とりあえず外から見てですね、分かるところ、あとはですね、こういうこの中がですね、まあ、寝室という感じになってるとか、まあ、そういうのがあって、これは、キャブコンっていうタイプ、キャブコンですっていうタイプだそうで、他にもいろんなそのキャンピングカーの種類があるんですよね。そうですね、うん、ハイエースみたいなタイプの、うん、バンのタイプをバンコンベコンバーション、はいはい、バンコン、うん、あと K のタイプを使った K キャンって言われているタイプ、はいはいはい、あとは、このタイプのキャブコンって言われているタイプ、うん、大きく分けて、あとバスコンっていう、ああ、そっかそっか、はいはいはい、なるほど、まあ、やっぱキャンピングカーに関しても詳しいということで、はい、というわけでですね、とりあえず今回はこういう感じでですね、外観の方をちょっと紹介させていただきました。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。